そらからちゃんのカウントダウンをさせていただきます。あとカメラ撮ってる人。さあ15秒前です。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、どうぞ。さあ今少しずつではありますが、このスカイツリーがベルギーポップをイメージした黒、黄色、赤の3色にライティングをされていっております。夏になりますね。少しこう日が伸びてまいりましたので、この後さらにこう綺麗な色をこうなってくださる、あ、くれると思いますので、ぜひ使いお邪魔ください。ではここで再びフォトセッションのお時間とさせていただきたいと思います。ボト。綺麗。わかった？うん、あれ黄色い。すいませんごめんなさい。はい。黄色いなんて。黄色い。黄色いなんて。黄色と赤ですよ。あとで黄色もよくある。うん。はい、それでは少しこちら側ご覧いただけますでしょうか。こちら側ご覧ください。はい、それでは少しこちら側をご覧ください。お願いします。はい、メディアの皆様いかがでしょうか。他に、よろしくお願いします。はい。はい、上の方が。以上をもちまして終了とさせていただきます。また東京スカイツリータウンでは2016年5月22日日曜日に開業4周年を迎えるにあたり、ブリュッセルフラワーカーペットフェスティバルの他にも感謝をテーマに様々なイベントを開催してまいります。開業4周年の当日となります5月22日日曜日には先着634名の皆様に幸せの四つ葉のクローバーの種とポットをプレゼント。このほか5月28日土曜日、5月29日日曜日には全国各地約90のご当地キャラクターによるパフォーマンスなど様々なイベントを行ってまいります。詳しくはパンフレットホームページでご確認ください。本日のご来場誠にありがとうございました。どうぞこの後も東京スカイツリータウンでごゆっくりとお楽しみください。ありがとうございました。